らっしゃいませ、こんにちは。オートクチューランコントレ西京具店の翔太です。しげくらです。今日の動画は、しげくらが前髪、しげくらの前髪が伸びたということで、ちょっとまあ切ってほしいというオーダーを受けたので、まあ、せっかくだったらちょっと動画にして、かわいい、より小顔効果のある前髪を作っていこうかなと思います。はい、前髪こう前に下ろしたいっていう気持ちがあるんですけど、ちょっとなんか分かれてしまう癖があって、はい、なかなかまっすぐに下ろすことができないです。なるほど、はい、今しげくらさんの前髪はちょっと前髪の幅、区域というかここが分厚いので、少し薄めに取ってあげて、まんべんなく前髪をすいてあげることによって割れがちょっと回避できるかなと思うので、均等にすることによって自然に隙間ができるので、下ろした時に違和感がないかなと思うので、ちょっとそういう感じで前髪の厚みを取りながら均等に量感をすいていくっていう感じにしようかなと思います。前髪のカット終わりました。今日はちょっと前に行ってもらって、はい、この分かれ目が気になるっていうことだったんで、自然に均等に隙間ができるような感じにこの中間部分をすいてあります。あと横の髪の毛と前髪のここの間ですね、ここに短い毛を作ることによって頬骨を矯正、骨格矯正できるように切ってあるので小顔効果ですね、はい、あとは前髪の真ん中、はい、両サイドを小手巻きして可愛く仕上げていきます。はい、はい、じゃあ、あと巻いていくときはこの今日はストレートアイロンと他の B7 オイルを使っていきます。はい、ワンプッシュ、指先で毛先をつまむような感じでつけます。両サイドのここにはしっかりめにつけてあげてください。では入っていきます。はい、お願いします。まず真ん中を大体そうですね、2センチぐらいここをつまんで毛先を柔らかく感じます。こういう感じ。温度は140度にします。で、次に前髪のこの横の毛、この毛ですね、を横に逃がしながら巻きます。外に跳ねるようなイメージで、そしてそのもう横、これです。横の毛とそのさっきの前髪つながりのこの毛もここに逃がすようにここまで持ってきていきます。こういう感じになります。あとセットの応用として、せっかく前髪巻いたのでこの上の毛もちょっとヘアアレンジするように巻きます。この毛先、一番上のトップ上のこのふんわり感が欲しい方におすすめの巻き方ですね、はい、この上の毛をつまんで毛先をちょっとカールします。これを自然に下ろすと横のこのふんわり感が出るので、ぜひトライしてみてください。
いや、切り合いました、はい、前髪どうすか。めっちゃいい感じです。分かれてないし前髪じゃなく、全体のカットも悩みのある方はぜひ高徳中ランコントの西極でお越しください。お願いします。はい、はい、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました